路線ズアビジャンニジェール鉄道は、コートジボワールの首都アビジャンとブルキナファソの首都、ワガドゥグートを結び、カヤまで伸びる鉄道路線。全長1 2 4 5トル6 2 8トルがコートジボワール領内を6 1 7トルがブルキナファソ国内を走る。期間は1000ミ、mm、リメートルの狂気である。計画では、ブルキナファソ国内をさらに更新し、 ニジェールの首都ニアメまで建設される予定であったが、一部延伸はあったものの現在まで計画は実現していない。フランス領西アフリカ内陸部の開発を促すため、フランスが計画し、1904年1月12日にアビジャンから着工した。ボボディウラッソまでは1934年に完成し、クドグまでは1953年、ワガドゥグまでは1954年に開通し、 総延長は1 1 5 5トルとなった。この後、1960年にオートボルタ、コートジボワール両国が独立したことにより、延伸計画は放棄されるが、ブルキナファソ北東部、マリニジェールとの国境に近いタンバウデマンガン港が発見されたことにより再び、ブルキナファソ国内で延伸工事が始まり、1991年には、 我がドゥブーから 77km 北のカヤーまで延伸された。1904年より、アビジャンニジェール鉄道が一括して、全路線を運営していたが、1989年に、国境を境に、コートジボワール鉄道と、ブルキナファソ鉄道の運営に分かれた。その後、1995年からは上下分離が行われ、鉄道輸送は、下レール車が一括して行い、 インフラ管理は両国の鉄道資産管理会社がそれぞれ行っている。特に内陸国のブルキナファソにおいては輸出ルートとして、また交通手段としても非常に重要な鉄道であるが、管理はうまくいっておらず、再建のために経営主体は2点3点した。同区間はバスが頻繁に走っており、輸送は道路が中心となっている。さらに2002年に勃発した。 コートジボワール内戦により、コートジボワール国内の鉄道が、南北の勢力に分断されてしまい、運行が制限され、大打撃を受けた。ありがとうございます。